皆さんこんにちは。こんにちは。マイグロの久しぶりです。アボアボ。ワンちゃんです。はい。はい、ということで、はい、始まりました。始まりました。はい。カットしてもらっていいですか。マッタンス選手。カット。今回のウルフウィングさんにお邪魔しております。今回、はい、僕らラング動画の時に、はい、ライとかがどうやとか言うじゃないですか、はいはい、YouTube の方にも結構皆さんからコメントあって、うん、例えばつま先下がりのライドをやって打つんですか、左足下がりのライドをやって打つんですか、はいはい、質問が結構来てて、うん、でこれをねこうゆっくり、まあ、ラング動画の時ってやっぱりちょっと、まあ、ラウンドペースももちろんあるんで、はい、こう結構簡易的にこうパパッと説明してもう打っちゃうんですけど、はい、まあ、これをちょっとゆっくりやりたいなってずっと思ってたんですよ、はい、で、まあ、なかなかそういう機会があんまりなかったと思って、はい、今までできてなかった、はい、で、まあ、今回ね、なんとゴルフウィングさんでそれが実現可能なんじゃないかなという、それをね、もう見てもらった方が早いと思うんで、はい、もう早速じゃあ今回はつま先下がり対策を細かくね、うん、分かりやすく説明していきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんね、コース参考にしていただければなと思います。よければね、最後までご視聴のもと高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あなたが何を触ってるかが目の前に全部出されてるんですよ。見てくださいこれ。来ました、つま先が下がった。やばくないですか。スムーズやね。やばい。このシミュレーションゴルフはこの機能と連携して、その行った場所のラインによってこうラインがこう細かく変わるっていうのが、ここだけの、ね、シミュレーションの魅力なんで、すごいな。ゴルフリング足運んでもらったらこういうこともできるんで、ね、やってみてほしいなと思うんですが、さてこのつま先下がりの時の対策、僕は基本的に全てフラットにしたんですよ、はい、自分がフラットの場所にいるかのような状況を僕は再現したいんですよ、うん、だからそうするとスイングとかも極端に変えずに、はい、まあ、打っていけるっていうのが、まあ、僕の理論なんですけど、はい、今この状況を軽くおさらいしておくと、要は自分がいつもより高い位置にいるんですよね、はい、フラットに比べると、まあ、ここにもこうやって傾きがあるんで分かりやすいと思うんですけど、要はいつもよりボールが自分より下にいる状態、はい、なんでこの状況でいつも通り振ると、まあ、空振りするか、このボールの頭を叩いてしまうっていうことになるんですよ、はい、そんな中で僕はフラットにするってことは自分を下に落とすことができたら、はい、うん、フラットな状況を作ることができるんですよね。自分の重心ですね、はい、重心を下げる、その先下がりの分だけ自分がその分下がってあげる、はい、でフラットな状況を作る、そうすると重心を下げていつも通り振ることによっていつも通りのショットができます。それは膝曲げるっていう感じですか。あ、そうですね、膝曲げる感じもあるんですけど、僕はどっちかというとこうお尻をちょっと下に下げるようなイメージ、はいはいはい、いつもの位置、いつもの位置よりお尻をちょっと下げる、はい、うん、まあ、お尻に結構しっかりどっしり乗る感じですね、はいはい、でこれぐらいのつま先下がりだったら、まあ、ちょっと重心を下げるだけでいけるんですけど、お尻を下げるだけでいけるんですけど、はい、要はもっとつま先下がりの時あるじゃないですか、その時はこういつもの同じアドレスでこう重心下げるだけじゃ間に合わない時があるんですよ、はい、間に合わないってどういうことかっていうと、それだともうこれくらいまで下がらなかった、うん、はいはい、だとすごいこう足腰に負担がきて足腰がずれちゃうと、うん、もうすごいミスショットが出るんですよ、はい、そういう時はアドレスを極端にこう広げます、うん、でちょっとお尻を落とす、僕が開いてお尻を落とす、はい、すると
結構なつま先下がりでもフラットな状況を作りやすくなります。はい。ただこうすればするほど下半身でこう回ってバンって振るっていうことができなくなっちゃうんですよ。やっぱりその分耐えとかないと、これがブレちゃうといつも通りフラットな台の時みたいに下半身を使っちゃうとやっぱりポップとかなりやすいんで、つま先下がりになればなるほどちょっと使う筋肉の部位っていうのが上半身寄りになってきます。はい。これはちょっと覚えておいてください。でそうなってくると、まあ、距離もちょっとずつ落ちていきます。うん。なんで例えばまあこれ7番アイアンで175なんですけどフラットの場合、はい、で今のこのつま先下がり、まあ、これもまあまあつま先下がりなんですけど、この状況やったらまあ5ヤードぐらい減るかなと。はい。でもっともっとつま先下がりになってくると、今回になってくるともう10ヤード15ヤードぐらい、はい、もう160ヤードを打ちに行くための7番アイアンみたいな、はいはい、うん、じゃあ打つに打ってみましょうか。はい。打つのマットレス、うん、普通のマットレス打つとこういう感じになります。ちょっと今わざとね、わざと普通いつも通りに振ったんですけど、いつも通りに振っちゃうとこういう風にちょっとデータ出てると思うんですけど、結構なトップが出やすいです、はい、うんうん、でもその分ボールがいつもより下にあるんで、はい、要は上を振っちゃう感じですよね、うん、なんですけど、じゃあ次しっかりちょっとドシッとちょっと腰を落とすというかお尻を下げる、まあ、これは膝曲げるでも何でもいいです、うん、はい、人によって多分違うと思うんで、まあ、どっしり構えてる分、それ下半身の力を 100% 使えない分、まあ、僕のいつも打ってる飛距離よりはちょっと出てないかなと、はい、ただ、まあ、球はいつも通りいい感じの球が出てるかなと、当たりも当たりやすい、はい、トップしにくいし、まあ、ダフりにくい感じで打ててます。でこれはちょっとね、まあ、皆さんいきなりこれをやったからって打てるわけじゃなくて、そのやっぱりある程度目とその自分 の, その感覚を養うことが結構必要になってくるんですよね。っていうのはどういうことかっていうと、やっぱりこうどんくらいつま先下がりとかどんくらいつま先上がりとかっていうのって、やっぱりこう立った感覚とか、うん、目の感覚とかでこう変わってくるんで、うん、ちょっとつま先下がりやなって自分では思っててもかなりつま先下がりだったりするじゃないですか、うん、その辺はちょっと慣れなんで、だから、まあ、僕らは慣れてるからこうすぐ即座に判断できてこれくらいやなっていうのが大体感覚で分かるんですけど、まあ、それ最初はいきなりうまくいかないかもしれないんで、それはいきなりうまくいかないからといって、まあ、あんまりこうすぐやめたりとかはしないでほしいですね。ちょっとずつこう馴染んでくるんで、あ、これやったらこれくらいかなって写真さんが言ってたらこれくらい交渉としたらいいかなっていうので、まあ、それでもまたトップしちゃったら、あ、もうちょっと腰落とさなかったのかなとか、そうやってこう、トライしてエラーしてトライアンドエラーをこう繰り返してほしいなと思いますね、はい、でその球質なんですけど、どんくらいその方向を変えればいいのとかよくあるじゃないですか、うんうん、僕はあんまり球は変わんないです、うん、よくつま先下がりといえばちょっと右に行きやすいとかよく言われるんですけど、はいはい、僕はあんまりないです、うん、このやり方をやってれば、はい、っていうのもやっぱり基本的にはフラットに自分をフラットな状態に持っていくやり方なんで、はい、まあ、ちょっとそのこのつま先下がりのこのラインの分だけ、まあ、捕まりにくいっていうのは若干あるかもしれないですけど、はい、僕はほとんどやりません。これくらいのつま先下がりだったら本当にもうピンの1ヤードみたいな、はい、それくらいですね。あんまり向きすぎると次逆に抜きに行っちゃうんで、はい、その目標が自分の向いてる向きより右にあったらこう右に向かってこう振っていっちゃうんで、うんうん、余計こう曲がっていくんで、はい、逆にちょっと本当にこれ足りるかなっていうぐらいの目標の向きで
こう形にしっかり掴めていく、はい、イメージの方が、まあ、僕はいいと思うんで、あんまりこう左向きすぎるのは僕は NG かなと思っております。つま先下がりの時って結構ね、僕あのアマチュアの方シャンクしてる姿結構見るんですよ。あのこれなんでシャンクするかっていうのを、はい、まあ、あの最後にちょっと補足として聞こえないんですけど、うん、下半身を、まあ、使うな、あんまり使うなって僕は言ってたんですけど、はい、これ使っちゃうと、上げて使っちゃうとこう膝が出た時に通り道がなくなるんですよね。これ上げてちゃうと、はい、通り道がなくなって、でいつもよりこう体の近くじゃなくて体の遠くを振っちゃうんですよね、はい、遠くを振ったらどうなるかというと、このヒールがこのボールに当たりやすくなるんですよ、はい、これで結構シャンクしてはる方が多いです。無理やりそのつま先下がりでもこう下半身使っていつも通り打たないとってなって、こうシャンクしてはる方結構多いんですよ、はい、うんうん、なんでここだけは注意してください。あんまりこう下半身使おうとすぎるとこう絶対こう通り道がなくなっちゃうんで、うんうんうん、下半身はもう耐えとくぐらい、そうやね、上半身の振りにこう持っていかれないぐらい、うんうん、どしっと構えても動かないぐらいのイメージでやった方がミスは出にくいですね、はい、で今回はね、つま先下がりの対策を、うんうん、コースいたらね、これ絶対使えると思うんで、そうですね、これしかないよ、これしかないですよね、うん、あとはその強弱の判断やね、そうですね、もうそれはやっぱコース行って感覚、うん、掴むしかないね。これは教えだよ、ゴルフイングさん来てます、ね、基本はドシッと、はい、まあ、で、まあその先下がれば強ければ強いほどどんどんドシッと、はい、でその分上半身、うん、メインで打っていく、はい、ということで、はい、皆さんね、今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。